はい、どうもハリウッドでございます。本日はですね、ダウンタウンナウの番組を見させていただいて、今絶好調大人気 YouTuber なのか YouTuber っていう認識でいいんですね。フワちゃんさんを、ダウンタウンナウで出てて、はしご酒ですかね、で出てたんで、フワちゃんについてちょっと僕なりに思っていることをお話したいと思います。もしよかったらチャンネル登録と高評価、感想もコメント欄でいただけたら嬉しいです。フワちゃんさ、もともと松竹だったらどっかの芸能事務所、多分結構大手なんでしょうね。大手に入ってて、でそこを辞めてフリーで YouTube して、でそれでギャラクシー賞みたいなのを取って、そこからメディアに出るみたいな、結構ありますよね。最近だったら水溜りボンドさんが地上波の冠番組持ったりとか、ヒカキンさんがさんま御殿ですかね、とかに出たりとか、 YouTube の人が、逆輸入っていう形なんですかね、ある意味で言ったら。ユーチューバーが地上波に出るのは多分おそらく逆輸入みたいな形で、ある意味進歩ってことなのかなとは思いますね。テレビにユーチューバーがテレビ出たらすげえってなるし、水溜りボンドさんが地上波で冠番組持ったことはすげえってことだから、明らかにやっぱテレビ番組の方がユーチューブより上なんでしょう。これは前々から言ってて形ですけど、フワちゃんさんのあのキャラはもともとローラさんだったりとか、あのタメ口キャラみたいな感じですよね。タメ口で失礼キャラですかね、簡単に失礼キャラでちょっとテンションが高いみたいな、昔で言ったら美園さんもあんな感じだったと思います。黙ってれば可愛いけど、可愛らしいけど、あのうるさいみたいな、でウェーイみたいな感じで、なんかノリが正直大学生とか女子高校生みたいなノリ、女子高のノリみたいな感じで、じゃあちょっと坂上それ撮ってとか、まっちゃんこうなみたいなっていう感じの感じかなっていうのがあって、それでみんなハハハハハハみたいな感じで笑ったりとか、強いツッコミはするんですよ。そんなおもろないかな、ぶち切れるぞみたいな、超ウケるみたいな感じで、やってる。あれはあの子のキャラなんでしょ。あれで売れてるし、あれを、あのキャラが、スポンサーさんがあのキャラで出てくださいっていうような感じでスポンサーもついてるし、あのキャラだからこそ、テレビ番組としても出演をしてるから、おそらくフワちゃんさんとしてはテレビのオファーが来たらあのキャラをおそらくこれからもずっと突き通すんでしょ。あの篠原ともえさんみたいな、あんな感じのタイプですよ。最近ああいうタイプのキャラの女性っていうのは最近もうかなりめっきりいなくなってきたのかなっていうふうに思ってたんですよ。ですけど、フワちゃんさんってなんであれができるかって言ったら、おそらく僕はフリーランスだからだと思ってるんですよ。フリーランスの人って自分が全部責任取ればいいんですよね。個人事務所で多分法人だと思うんですけど、そっちで立ち上げてて、おそらく代表社長でしょう、おそらくフワちゃんさんが。でそこから役員報酬をギャラとしてもらってるって形になると思うんですけど、例えば吉本だったりとか AKB だったりとか、いろんなところの事務所に入ってると、例えばフワちゃんみたいに失礼なことを大御所にしましたってなったら、まずその人が怒られるのもあるんですけど、そこの事務所の、全体的な印象が悪くなりますよね。例えば、中島和之助さんが怒りました、アンミカさんが怒りましたとか、そういうのがあったと思うんですよ。そのフワちゃんが怒らせた人、クリス松村さんが怒らせました。だからクリス松村さんが、フワちゃんさんは NG で、プラスフワちゃんさんの所属タレントと NG みたいな、ただジャニーズとかですよ、そういう大きい事務所の人が、その人プラス事務所全体の人を NG とかしたら痛手になりますよね、基本的に。だからそうやって大御所の人とかね、失礼がないような感じに今やっていかないといけないし、事務所全体のイメージがあるし、あとはそれで拗ねて辞められるのが一番困りますよね。今は本当に事務所に所属しないでフリーでやってる人の方が、かなり多くなってるっていうのは、僕としては元芸能人だから、手越優也さんもそうですよね。手越優也さんも元ジャニーズで仕事辞めて、で独立して大成功してますよね。赤西さんもそうですね。結局辞めた人の方が成功してるっていうことがあったりするし、自分が好きなことできるし、ギャラに関しても自分で調整できるし、雇用されてるんじゃなくて自分が社長として好きな人として仕事をやりきるし、お金も稼げるし、好きなことできるしっていう形になってくるんで、だからなかなかこう辞めさせないためにも、そういったクレームだったりとか、そういうのさせないためにやっぱりいい顔してる、お利口さん系ですよね、俗に言う。学校でお利口さん、生徒会系みたいなキャラをやっぱ演じる人がどうしても多くなるのがあるのかなと思うんですけど、だけどみんなはできないけど、フワちゃんさんはできるんですよね。それが できる理由としては、さっき話したみたいに、個人事業でされてるから。でフワちゃんは別にテレビに出れなくなって多分問題ないはずですよ。
もう YouTube があるし、YouTube があるし、なんだったらもう留学したいなぐらいな感じで言ってて、でコロナがあって留学したかったけど、コロナになったらテレビで出てるだけでよ、別にテレビが出れなくなっても全然問題ないよ、私はこれだしみたいな感じの、多分元々のスタイルでずっとされてて、だからある意味やっぱテレビ局とか、いろんな人は羨ましいなと思ってると思います、あのやり方は。普通だったら事務所に所属してる状態で売れて、でそっから事務所から出れないっていうのほとんどだと思うんですよ。吉本で M1 取りましたみたいな、吉本の芸人で所属して M1 取りましたってなったら、やっぱ吉本にずっと いるっていうのが、まあ、恩返しになったりするんで、例えばフリーでどこにも所属しないで、どっかの例えば高校生とか、まあ、女子高生でいいでしょう、 女子高の女の子2人組が M1 優勝したとするじゃないですか。で、あの超ウケるみたいな感じのキャラですよ。でそれで別にどこの事務所にもフリーでしないで、例えば親とかが、事務所を作って、でそれでギャラを親がプロデュースして、でそういう風に YouTube も両立してっていう風になってきたら、やったりすると、別にそこでテレビがダメになってもテレビ業界から切られてもですよ、簡単に言うと。まあ、手越優也さんもそうじゃないか、テレビ業界を切られても、別に YouTube だけで食って、 YouTube だけじゃないですよ、 YouTube とか、まあ、投資だったりとか、いろんな形でお金食えるし、あのメンタリスト DAIGO さんだったりとか、あとはまあまあ小成社長もそうなんですかね、あの堀江貴文さんだったりとか、あの YouTube 大学の中田敦彦さんもそうですよね、終始テレビ地上波のテレビがなくなっても YouTube 側だったりとか、あとは高知時系 YouTuber の高松奈々さんみたいな形で自分らでオンラインサロンを開いたりとか、まあ、そういった形のノウハウがもうできるわけだし、テレビに出てたら出てたら、逆にフワちゃんがテレビを利用できてるぐらいだと思いますよ、極端なこと言うと。だからなんかフワちゃんさんはやっぱ頭いいのかなと思うし、ただやっぱなんかこう、あ、まあ何ですかね、ナダルさんの時も言った、ナダルアンビリバボーの時も言ったんですけど、フワちゃんさんみたいな感じをしたら売れるんだ、あれがあの正解なんだって思ったらダメですよ、正直。これは間違いないでくださいね。おそらくこの、あのダウンタウンナウンを見てて思ったんですけど、ダウンタウンだったり坂上さんとかが、まあそんなにフワちゃんに強く言わないんですよ、あの反論とかも。おそらくですけど、スポンサーと上の人に好かれてるっていうのが考えられます。まずスポンサーだったりとか、例えば、あれ は多分フジテレビなんですかね、フジテレビの上層部に好かれてて、フワちゃんを使いたいっていうのがある。まあおそらくおじさんキラーみたいな感じなんですよね。おじさんはああいうタイプの人結構好きだと思うんですよ。うちの前の会社もああいった、まあ、失礼キャラ一応受けるみたいな感じの人は結構おじさんとか、こう役職が高い人に結構好かれる傾向があるんで、ああいう失礼キャラだから、まあテレビ局の上層部だったりとかスポンサーの受けが結構いいのかもしれません、もしかしたら。おそらくですけどね。でもう一つは SNS の、 あの影響力ですよね。 SNS で結構、まあ、自撮りでイエーイとかで撮ったりとか、で事務所に所属してるわけじゃないから、なんかこう相手に確認も取らないで、まあ、いろんなことを言って、で自分らが例えば、浜ちゃんに殴られた DV だっていうようなことを言われたりする可能性もあったりするんで、今はやっぱなんかこう SNS 女子みたいなだったりとか、自分らで発信するような人と関わらないようにするみたいな。あんまり関わると何か書かれるか分からんし、一回ちょっと写真撮って、でそれでどういう風にその人がどういう風に書くか、自分がどう思ってるんですよ、自分が優しく接して、優しくちょっと触れただけで超セクハラされちゃう、超やべえあれ弁護士しちゃうみたいな感じで言われたら、もう一気に自分の芸人生命が、芸能人生命が、まあ、終わったりするっていうのがあるんで、だから今ややっぱりやっぱこのフワちゃんの生き方っていうのは、まあ、唯一無二な、本当にすごくいい生き方というか、まあ、得できてるポジションになってるんで、まあ、それはそのご本人の努力とご本人の、実力だったりとか、まあ、運もあるんでしょうけど、まあ、まあ隙間産業みたいな感じだと思うんですよ。あそこのポジションは行けたら楽だなと思ってるけど、誰も行く勇気がないんですよね、基本的には。だけどそこでそのフワちゃんさんは自分でどっかの事務所に入ってマネジメントしてもらうっていうことじゃなくて、自分で全部マネジメントする代わりにそうやって失礼キャラだったりとか、自分がやるキャラを押し通させるっていうのは、おそらく最初の契約に結ばれてるんでしょう。それができなかったら多分番組出演も断るし、もう二度と出ませんよぐらいな感じでやってるから、テレビの方が増し立てになってるのかなっていう風になりますね。まあ、そう考えたら本当にテレビとその YouTube っていうの、テレビが上で YouTube が下っていうのが基本的だと思うんですけど、テレビを利用してテレビに切られても今
まあたまあ、そういうことですね。 YouTube で売れてて、でテレビを利用してさらに上に上げて、でテレビ切られても、その自分で YouTube でしてて、テレビが出演した上積み部分がそのまま残るんで、それでオンラインサロン作ったりとか、いろんなことでお金を稼げるっていうことができるから、まあまだまだテレビの方が上なんですよけど、 YouTube が YouTuber だったりとか、 YouTube してる人だったりとか、まあ、いろんな形ですね、インスタしてる人とかでもいいんですけど、まあ、テレビだったりとか事務所だったりを利用して、あの自分らが生き残っていこうっていうような、うん、発想だったりっていうのが、やっぱり少しずつ浸透しだしてきてるのかなっていうのは思いますね。はい、ということで僕が、今回フワちゃんに、感じた印象でございました。僕はああいう失礼キャラはねとても苦手なんですけど、あの本当にすごいなと思うし、本当に尊敬するところがたくさんあるなと思うんで、はい、これからもちょっと追いかけて、また感じたことがあったらお話したいと思います。それでは失礼します。はい。